っしゃい。いらっしゃい。あ、どうぞお好きな席どうぞ。はい、じゃこれメニューね。はい。今お水持ってきます。唐辛子か。え？唐辛子？深まる秋で唐辛子が赤くなるって。新メニューどうする？え？新メニューどうする？新メニューだって別に。変わらずやりますよって考えてよ。注文。あ、はーい、決まりました。あ、野菜炒め。はい、ちょっと待ってくださいね。野菜炒め。はいよ。野菜炒め。はい。はいはい。てっちゃんよ。はい。野菜炒め。はい。ね。はい。弟子の味よよ。どんなもんかってね。おお。お前もちょっと鉄のさ、え、鉄が一人でやってみるから見てやるよ。いや、いつも見てるわよ。鉄が一人でやることは俺は珍しいだろ。そう、今日はよ、鉄に任せてやろうと思うんだよ。あ、そう、初めてだよ。いいの、任せて。俺さ、鉄の味認めたんだよ。絶対認めないって言ってたのに。俺の背中見てよ。鉄がああやって作ってるだろ。俺の背中見てよ。学んだんだあれ。なあ鉄。なあ鉄。な、はい、うん、はい、ありがとうございます。な、そうそうそう。おお、オリジナルでソース入れたわ。オリジナルいいの？うん、あなたの味じゃなくていいの？でもいいんだよ。そう、鉄は鉄でさ、前がさ、鉄もちょっと食べたんだけど、うん、鉄ちょっと辛くない？あ、上がった。じゃあ、皿に持って。鉄ちょっと辛いのよ。辛かった、うん、酒飲まないからな、お前はな。うん、はい、お願いします。はい、ありがとう。はい、野菜炒め。はい、いいのね、味見しなくて。いいいいいい、ね、客に出すやつをさ、ここで味見できねえだろ。はい、鉄ありがとう。はい、お待たせしました。うん、野菜炒めでーす。また注文入ったら言うからよ。はい。はい、鉄ありがとう。はい。あ、初めて見る顔だ。ね。初めて見る顔だな。そうね。うん。そうか、若いな。うん。野菜が欲しいな。若い時はなあ、うん、こうやってさ、外出た時にさ、うん、意識して食べないとさ、うん、
野菜不足になっちまうから。そうね、うん、食べな食べな、うん、いいよ。お前がそんな見てたら食べづらいだろ。あんた座ってんじゃない。なあ、俺はさ、ここで店構えてからさ、うん、もう何年？もう40年？そんないくか、うん、40年記念っていうのも何にもしなかったな。そうね、うんうん、この商店街じゃ40年なんてまだ若造だって誰か言ってたの？誰も言わねえよ。言ってる風だったわよ。だから40年ぐらいでよ、なんかこうおめでたいわーなんて言ってる方が恥ずかしいな。まあそうね、うん、うん、お水ある？おかわりする？あ、お水入れるわよ。お水あるじゃなくて自分が気づいて入れてやれよ。何年ここでやってんだお前は。いいじゃないの。いっつもそうだろ。静かに食べてんだから。静かに食べてるからこそこっちが気がついてやって水入れてやるんだろ。40年やってんのにそうですかって恥ずかしいや。今聞いてたよこの二人、黙ってたけど聞いてる顔してるぞ。黙って食べてるけどよ、臭いな。お前今お前今サウナ、お前今サウナって言った？急に急にお前整ったかのようにサウナって言ったか？言ってないわよ。サウナって言っただろ今。うるさいなって言ったの。うるさいなって言ったの。うるさいなってたの。うるさいなのうるが聞こえないってどういうことだよ。もう静かに食べてんだからお客さん。サウナって言われたやつの気持ち考えたことあるか。言ってないわよね。静かにね食べてんのね。ごめんね。サウナって友達？あ、兄弟。兄弟、見たら分かんだろう、兄弟って。兄弟、なんかね、お揃いみたいな。そうだ、うちのさ、ね、見てみろ、うちのあのカーテンと同じ色の服着てんだよ。本当だなあ、引き寄せられるように来たんじゃねえか、ね、ここに。あの色、あんたが気に入ってこれに来たのよ。俺、気に入ってんだ、これ、うん、ミントグリーンっていうのかな。ミントグリーンね。なあ、兄ちゃん、ミントグリーンかな。ミントグリーンですね、うん、うん、ミントグリーンか。ミントグリーンの？俺ミントグリーンとかよ好きなんだよ、そういう色が。だからお前にそのエプロン俺が買ってやったな。あ、そうだっけ。うん、そっか。そうだっけっていうことない。他の男からもらうことあんのか。いや、私が買ったのかなと思って。自分で買ったかどうかもわかんない記憶ってどういう記憶だよ。もう40年だからさ。40年だからさの意味が分かんないわ。お前あのさ、でもあの絵はよく描けたなお前。あ、あれいいでしょ。うん、お前が描いたよな。うん、あれね。うん、私が初めて描いた絵なの。初めてにしちゃ俺はたまげたよ。うん、うまいなって。でさ、店にぴったりじゃんか。そうでしょ。うん、あれだろ、左利きと左利きの乾杯だな、あれ。そうそう、うん、うちの両親がさ、左利きだから二人とも天才肌だもんな。うん、まかないとの、まかない、お前食べてないだろ、まだ。そうね、今日忙しかったからね。うん、忙しいふりな。いや、ふりじゃないわよ。いつもそうやってメニュー触って仕事だと思ってるだろう。
これはもう手垢つけてんの。手垢つける店があるか。ツルツルなるんだよこれ。まかない食べる。お客さんいるときいいの。うん、でもこれしかチャンスないからよ。奥でお前まかない食えよ。いい。うん、じゃあ、ああ私も野菜炒めにしようかしらね。野菜炒め、野菜炒め。ああ、いや、お前座ってるな。いいですか。うん、鉄ごめんな、2階で休んでるところ。はい、ごめんな鉄。はいはい、野菜炒め1個できるかい。はい、ごめんな休んでるとこな。はい、まかないがさまだだったから。もう何してたんだ今、猫みたいに丸まって。休憩よ休憩。食べれる、大丈夫。何を話しかけたんだ。いや、食べきれるかなと思ってさ。いい、ちょっと多かったかなって。多いのよ、うち。多いことはいいことだと思ってたけど、そうなる場合もあるか。無理すんな、な、ね、な。二人で一つ食べてんのよ、この子たち。なんかよ、わけがあるんだよ。一杯のチャーハンをよ、分けてな。でもそこで理由を聞きすぎるのは野暮だって思ってるけど、もしなんかこう反抗期かなんかだったらよ、な、それも成長の証だな。汚くていいから。聞いてんのかいよって。ちょっと聞いてんのかいよって。お客さんにポンじゃないのよ、ガキだもん。汚くていいからね。え、姉ちゃんいくつよ。20歳。はい、大人か。はい、できた。靴だと思ってた。はい、鉄ありがとうね。はい、はい、まかない。あー、美味しそうだ。あー、美味しそう。いただきますね。うん、鉄いただくよ今のうちに。な、鉄、3人で食べてるみたいに肘つくな。おい、ちょっと辛いわね。あ、鉄今寝起きだったからよ。寝てたの。うん、2階で休ませてたんだよ。あ、間違えちゃったのかしら。あの鉄も結構さ、フォートナイトのやりすぎ。鉄そんなのやってんの。うん、うん、あれだよ鉄。俺まだ鉄には言ってないけどさ、だ、うん、見つけちゃったんだよ。なんかゲームのさ、実況のさ、うん、YouTube やってんだよ。え、鉄が？うん、若いよ。 T の2って書いて鉄でやってた。いい、フォートナイト。かっこいい名前ね。うん、見ようかしら。見ようかしらってお前やらないのよ、ゲーム。やらないけど。うん、全然知らなかった。黙って、今のさ若いやつはそうやって黙ってやるんだよ。食ったじゃねえか。おめえの心配することなかったよ。あ、食べれた。うん、は、はーい、はい、お前ちゃんと言えんじゃねえか。やめなさいって。もう
楽器だからよ。じゃあこれなくなるわよ、また。いくつだっけ？さっき。お腹いっぱいになったから余裕出たのよね。さっき二十歳って言ってたやつ。さっき二十歳って言ってたんだぞこいつ、うん、そいつが強い目でよ、5歳ですって言ったよ、うん、俺は二度と来てほしくないね。ユーモアじゃないのよ。どこがユーモアだ。ユーモアよ。え、訳ありそうだけどさ、普通はチャーハンいっぱいじゃ許さねえよ。まあまあ、それをさ、うん、なんか訳ありか知らねえけど、うん、え、まあしょうがねえ、いっぱいだと思って、うん、子供だろうと思って二十歳ですって言って、二十歳かい、大人かいっつって、うん、次5歳っつって、もうどういう世界だよ。もう会計して。そうね。いやでもなんか二人ね、ちょっと困ってるみたいだから、もう今日いいわ、会計いいから。こういうとこあんだよ、うちの母ちゃんよ。もういいよ、困ってる人いたらよ、おいしいおいしい食べてくれたらそれでいいからね。はい、お水だけもらっていいですか。ただで食っといてよ、うん、はいはいはい、お水だ。鉄のが辛いのよ。ただで食っといて。味見したあなた。しねえよ、鉄のなんて。辛いからお水進むのよ。お前は酒を飲まないからそうやって辛い辛い言うけど、ちょうどいいよ、はい、ください、ね、もういい、はい、この子にも水もう一杯。妹ちゃんにもね。自分で言えって言うの。え、やめなさい。何歳だよ。あんまり心配かけないね、親に。水飲んだら行けよ。ごめんね、初めて来たのにさ、こんな恥ずかしいとこずっと見せちゃって。え、あ、あーあーあー、誰だここにマジック置いたの。お前だろ。私、お前しかいねえよ。ごめんな、こんな恥ずかしいとこ見せてよ。どうするよ、ミシュランのさ、あれだったら、ミシュランのでさ、黙ってさ、書くやつだったらもう最低点だ、うん、そうね。そうね、じゃないよ、うん、フォローする一言ちょうだい。そうね、じゃないよ、本当に。もういつまで食べてんじゃないよ。いつまでいるんだよって。いいじゃない、こんなことあるか。今空いてんだからいいんじゃない。いつもはよ、いつもはもっと混んでるからな。これがうちの現状だと思うなよな。うん、ごめんな、なんかな、こんなずーっとこんなよ、変な世界だろな。うちもびっくりして、今日はなんか変だわ。もう今日は来ないかな。もう今な、4時だよ。もう来ないよ、こんなさ、店パッて見てよ、よく来てくれたよ、うん、新規臭い兄弟と奥でまかない食べてる。それがさ、ガラスでパッて見た時にさ、よく入ろうって思った。ありがとな。うん、いいや、もう今日は誰のお代もいらないや。いいの？うん、ガムも味がねえしよ。あんたガム噛んでた？噛んでるよ、ずーっと。そこじゃない。でもさ、メジャーリーガーを集中力上げるために噛んでるだろ。
あんたと全然違うじゃない。なにお前、なにてな、お前お客さんだよ。まあいい、俺はなんか子供みたいに思えてきたからよ、うん、いつでも来たらいいや、な。さ、来てね。お前、ちょっと野菜炒め持って、野菜炒め持って、こっちこっち持って、こっち座れ、ここに寂しいから。あ、ごめんなさいね、なんか騒がしくて、ちょっと失礼します。一人で来てくれたのにね。何、ご飯食べてないの？いや、今日も全然食べてないじゃん。食べてないよ。こんな落ち着かねえ店でよう食べらんねえんだよ。あーんしてやれ、あーんを一回。そういうのいいの、俺が許してやるから。お前の食べてるそれで、あーんって、あんたの前、目の前で見せてやる。ミス、あんだあれ、ミス毒ダミやってたんだよ。違うわよ、椿よ、椿。ミス椿か、はい、昭和の、昭和の55年ぐらいか、うん。あー食べた、あー食べた、うん、美味しい、うん、あ、よかった、うん、でも全然食べれない子かと思ったから。緊張してんだ、ミスドグダミによ。椿よ、ミス椿か。心配しちゃった、もう食べて、うん、最近の子あんま食べないのよ。おめえが言うね、誰が言ってんだよ、おめえよ。ミス椿の木からよ、体型変わんないのっていうのだけが自慢でよ。そう、うん、ね、ユミカオルだって言うんだよ、自分のことまあね、うん、ライバルみたいなとこあるもんね。ミス椿の時から変わってねえんだろ、うん、そうよ、昨日の自分がライバルよ。さすがだな、ミス椿は、うん、ほら見てくれよ、な、新聞でよ、これ40年のインクだな、見てくれな。今日のインク、40年のここで読んできた新聞のインクな、ほらな、な、帰ってくれ、全員帰ってくれ。ごめんなさいね、なんかね、また来てね。うん、うん、またな、またね、またな、うん、帰ってくれな。ごめんなさいね、なんか自分だけが違うと思わないでくれよ。全員帰れって言ったな。ね、うん、うん、な、ありがとう、はいはいはい、はい、洗い物、お前の仕事。置いとくわね。いや、上行くわ。洗い物は？やっとけよ。